若い皆さんにとってその都会への憧れこれはまあ一つあるでしょうと、まあ、徳島がそうしたものにまあ全く東京に越していくっていうのはなかなか難しいところはありますんでねしかしじゃあ若い人たちがこんなんがあったら徳島にでもいいよな例えばスポーツで J リューグのチームがあったらいいよなとかあるいは野球でこのプロ野球のチームがあったらいいよなとかこういうのも一つだと思いますし見たいようなバンドのねあるいはそうしたコンサートが開かれればいいよなとかね まあこうした点については我々としてもしっかり対応をね、まあ、徐々にやりますけどね今やらせていただいています。それから自分の行きたいなというところがなかなか見つからないということなんですがここはねやっぱりミスマッチもあるねあるいは食わず嫌いというのがあって実は徳島にもものづくりの会社っていうのは決して大企業という名前ではないんですがいい技術を持っていて 着実にそこの中で自らの知恵とか工夫といったものを即生かしてくれる先ほどインターンシップの話もありましたけどこのインターンシップをなるべく増やして県内の徳島のそうした優秀な技術を持った中小企業に阿南高生の皆さんにもね本当はどんどん就職をしてもらいたい部分があるんですが都会の憧れとか大企業への憧れがどうしてもあってねそこでインターンシップあるいは合同での面接会みたいなね こうしたものもなるべく行政が間に入ってミスマッチを解消するような形で今、進めてはいるんですね。で、例えば100年に一度の今、経済危機、その不況の真っ只中というお話もあったようにそうなると大企業って結構冷たいですよね。バサッと解雇するでしょ。そしたら、1日100円か200円で生活をしこうした若者がたくさん東京とか大阪、名古屋にい,たんですいるんですよね。 こういう人たちも自分でもう都会行くよって言って出て行ったのになかなか帰れんよなっていうのがあって無理無理頑張っちゃって体を壊すだったら早く徳島帰っとておいでよって、まあ、確かにその大企業がそうあるわけではないんですけどねせっかくの若いそのチャレンジ精神とそれからガッツを持っていればこうした時代でも逆に自らの能力を磨きをかけてそして独立をしてベンチャーを立ち上げてみるとか。 そうしし、た時代にも今なっていますし先ほど ICT の活用についてはね徳島は全国屈指でもありますからそうした中で新しい業を考えてみるというのも一つだと思います続いて会場から J リーグ徳島ボルティスを盛り上げることについてご意見がありました僕はサッカーがものすごい好きでそれであの徳島ボルティスの応援にもよく行ってるんですがやっぱし。 ボルティスが j1 に上がってほしいんですよ。そのためにはやっぱサポーターの力が必要だと思うんですけど、もっとあの応援の人数を増やすためにはどうすればいいと思いますか？いいとこ言ってくれましたよね。どうぞおかけいただいて。やはり例えば j1 の試合見ててもね。昨日もちょうどテレビで浦和とそして山形がやってましたけどね。山形って元々ボルティスと。 もっとと言うとその前の前大塚 FC JFL とででやってたチームなんですよね。それで J2 でも一緒にやってたし、まあ、それが今 J1 にバット上がってね浦和レッズと、ね、対等に、まあ、徳島ボルティスもこのあ天皇杯で浦和レッズでやったんだけどね、まあ、しかも今年はプレシーズンマッチではナルトで浦和レッズを迎えて勝ちましたよね、まあ、ということで一番のポイントはやはりサポーターで浦和レッズは全っ関になりますよね 例えば、埼玉スタジアムね、私はあれ財政課長の時あれ設計やったんだけど、ヨーロッパまで見に行ってね、日本にないものを作ったでしょ。で、あそこは6万3000入るんですよ。それはら、ね、全部入るでしょ。どうらもうみんな真っ赤かよね。つまり、いろいろなサポーターが、お互いにサポーター軍団がそれぞれあって、今回はここが漢字当番という形にして、お互いが、ね、応援も競い合うわけね。で、お互い連携して同じ応援もするし。 とということで、やはりボルティスの場合にははそこが一番弱い。やはりチームが先にできちゃったっていうのもあるのかもしれないですよね。やっぱり愛媛のように欲しい欲しいと言ってそして徳島に先に越されてどうなってくるると燃えるのよね。だからあまり恵まれすぎてるとそうした点が足りないということがあるのでここの点については是非頑張って例えば阿南光線サポーター作ってもらうとかねそういう形でこうどんどん応援をしてもらうと。 やっぱり若い皆さんの力がないことにはどうしても応援もね気合が入らない、まあ、確かにアルベレックスの新潟の場合には逆に老人クラブの皆さんがね一番最初におじいちゃんおばあちゃんでペアで行ったんですよそして券もらってねまあ2人で恥ずかしいけどペアルックで行ってそれで招待券もらったら今度孫にあげたりしてねそしたら孫はこんなにいい券いい持ってってって言ってあそんなに価値があるのっていうことになって孫連れていくあるいはみんなで行くとかね ということでなんと観客動員常に3万人でしょという形で、まあ、それぞれのチーム独特のカラーというものはあるわけですがぜひお願いをしたいのはそのサポーター軍団ねナルトでやっててね愛媛との四国ダービー愛媛の方が多いんじゃかっこ悪いもんね前浦和なんかでやった時浦和の方がね応援が大きいよねこれもかっこ悪いなと思ってね だからそうした意味で、みんなそうした盛り上げをぜひ、お願いをしたいと思いますパネリストの長岡裕貴さんからは、にぎわいの創出について、ご意見がありました県外から来た人のためのイベントとか、あと、県外に出ていった人が帰ってきやすいというか、いろんな人を連れて一緒に楽しめるようなイベントなんかがあったらいいなとは思うんですけど、どううなんでしょうかねまさにその通りですよね。 徳島のイベントとというとどうしてもこう夏の阿波りこれ中心になるんですけどねやはり春夏秋冬を通じて全国の皆さんがねあるいは徳島出身の人が里帰りをしやすい雰囲気っていうのをどんどん作ろうということで例えば春ここはちょうど神戸ージナルトルートが全線開通をした時に木にねスタートした花春フェスタっていうちょうどゴールデンウィークの花の金土日をやるんですねところが今中岡さんは「はあ」っと言ってくれたんでよかったんだけど。 とと言われたたらどどううしようかと思ったんやけどもう10年以上やってるんでここで相葉浜に桟敷を作って阿波おりやるんですけどねでも皆さんは結構言うのね知事って「春に阿波おりやったらいやいややってるんですけど」ってねまあそれでまだまだ PR が足りないっていうのもあったんで実は四国最大のマラソンフルマラソン徳島マラソンをこの日曜日に実は最初にぶつけたんですね。そしててもうすででに今年まで過去3回やって この3回ともマラソンランキングでは東京マラソンに負けたことはないんですけどね。ということでこの徳島マラソンと花春フェスタこれを合わせると同時にさらに今年は LED のアートフェスティバルを徳島市がこの上にかぶせたのねそうするともう夜っていうのは幻想的な風景になるし走り終わったランナーがねみんなわっていう高揚感また応援をした皆さんの高揚感ということでこれは阿波踊り以上の実は賑わいが喪失できたんですね。 とということでじゃあ今度は秋さらには冬をどうしようかということで今秋に向けてあるいは冬に向けてはアニメ街遊びということでね実はこのアニメの制作会社、まあ、この社長さんというのは徳島出身なんですけどで徳島にスタジオを誘致しましてねで彼が中心になって街遊びをすでにもう4回やったんですねでものすごくやっぱりこのアニメブーム長尾さんもアニメ好きでしょ ジャンプ読んでるトリコなんかを作ってくれてるんですけどね、まあ、そういうイベントで今全国から声優さんが来てそしてその声優さんを見にたくさんの人たちが来てと、まあ、いう形で今どんどんこのアニメを中心とした街ちびというイベントも広げているんですねまたさらには今年の秋から冬にかけていろいろなイベントをバラバラにやるんじゃなくて束ねようということでね徳島重大祭りということで スタンプラリーなどもやっていろいろな豪華商品当たるとかねこの中の宿祭りなんていうのは毎日ハワイペア当選というのでね私もその抽選会行きましたけどね、まあ、こういう形でちょうど今年10月の9日から阿波徳島観光の日っていうのを作ったんですねそしてこの日を含む月曜から日曜日まで今年だと10月の4日の月曜から10日の日曜日までなんですけどこの間を 阿波徳島観光週間、まあ、こういう形でどんどんいろいろな観光イベントをぶち上げると同時に12月末まで10代祭り合わせてやるとか、まあ、こういう形でいろいろなイベントをやはりバラバラではなくて集約してそして大きく打ち上げていく、まあ、こうした催しを今どんどんやっているんです、ね、パネリストの熊井拓真さんからは県内の経済雇用対策についてご意見がありました。 昨年度の求人者数っていうのから今年やっぱり減っているんですが徳島県だけで見ますと2社増えているんですねで私はもう就職も5月過ぎには決まって、まあ、もう一安心というふうになっているんですがこれから就職する4年生以下県内の工業高校さんの 3年生とか、えー、気になるとは思うんですけど、えー、徳島県で企業と連携して経済対策とかっていうのはやっているんでしょうかで。今おっしゃっていただいたように例えば有効求人倍率という数字がその企業の求人とそれから働きたいという希望との,そのミスマッチというかマッチの数なんですよね。 で今、一番平均が9月の数字なんですがこれは徳島県0.74ということで全国第4位なんですねですからこの1年間以上だいたい一番悪くて7位いい時で3位という形で東京には負けてないですね昔はとても考えられない話ただ確かにこの中には全部が正規ではない非正規の分も入れてでもなんとか雇用を守ろうということで進めているんですね。 もう一つはリーマン・ブラザーズ・ショック平成20年の9月あったわけですけどねそれ以降とにかく会社を潰さないまずこれが雇用を守る鉄則ということで普通は市場原理に任すっていうのが普通の話なんですよねあまり行政が助けるとある企業だけを助けるということはイコールフッティングに反するこれはよく言われるんですがとにかく100年に以上度なってたって経済危機これはもう基礎だっていうことが直感的に分かりましたんで国が打ち出す 緊急の経済資金の前に県独自の資金を例えば長期化をする償還年限をねあるいは今までの資金でもう目いっぱい借りてるんだったら初めて借り換えをする制度を設けるとか、まあ、こういう対策を打って国の緊急保障これもこの中に紙入れたわけねそのぐらい徳島スピーディーに対応してそうすることによって一番最初の山を越えることができてその後は借りただけじゃ ね、仕事がなかったら借りたまんま会社が潰れてしまうので公共事業を始めとにかく作れる仕事っていうのはどんどん出していこう場合によっては各企業各市町村あるいは県もそうなんですがいろんな緊急雇用ということでね雇おうと臨時的ではありますけどそうしたものに対しての基金からの支出支援という形を繰り返してきた、まあ、こうすることによって平成21年は8回というね補正予算を史上最大級のね 行うで平成22年度の当初予算は9年ぶりに大前年増という形をするということで、まあ、積極的にここを打って出ることでなんとか企業の皆さんに踏みとどまってもらおうとそしていつまでも景気が悪いということはないので少しでも良くなるところまでねそこを支えていこうということで進めているんですね徳島としてはとにかく頑張れるところ企業の皆さんとスクラムを組んでそして雇用を守る。 ここのところしっかりとこれからもやっていきたいと思っています。今日皆様方からいただきましたご質問ご意見、非常に若い皆様方の、そして将来に向けてのご提言ご質問もあったと思います。これらを一つ一つ著作をさせていただきまして、しっかりと活かしていきたいと考えておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。しゃべりは徳島、以上で終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 この番組では番組にご意見をお送りいただくことで「しゃべり場徳島」や「徳島円卓会議」などの知事と県民との対話にお茶の間からご参加いただくことができます今回のテーマ若者に関する県政課題について番組でご意見を募集したところ希望する就職ができる選択肢がもっとたくさんあればよい。 県外への若者の流出を何とか食い止めていただきたいといったご意見をいただきました今回ご意見をお寄せいただいた方々本当にありがとうございました